みんな、昨日は応募書類作りへお疲れ。いや、一時はどうなることかと思ったよね。書類審査でこれだけバタバタしたんじゃ、この先の審査が思いやられるわ。でも、ムニさんの大活躍のおかげで素晴らしい応募書類が出来上がりました。あのライブ映像、とってもかっこよかったです。まあ、あんだけ映像があればどってことないわよ。本当はもっと時間があればまだまだやれたんだけどね。それに私楽しかったよ。学校のみんなも応援して協力してくれたし。それ、映像を送ってくれた人にはお礼のメールを返してるけど、本当は一人一人に会って直接感謝を伝えたいくらいだよね。はい、何かいい機会があればいいのですが。ま、協力してくれたお礼は結果で返すしかないってことじゃない？おとなしく審査の結果を待ちましょう。ムニ、何よ。ムニちゃん、ちょっと抱きつかないでって。レイ、あんたも。もう。ライブの日程も決めなきゃとは思ってたけど、審査に通ったらその準備もしなきゃいけないし。そうですね、時期が重なると両方の準備がおろそかになってしまいます。うん、だから明日やろ。明日？なるほど、出演予定だったユニットがキャンセルになって代打を探していると。そうなの。さっきこの前の放送部の子が声かけてきてくれて。それにしても明日ってのはなかなか無茶ぶりね。ライブのつもりで練習してたわけじゃないからな。でもその放送部の子困ってたんでしょ？うん、なんか放送部が企画したライブだったらしくて、穴を開けるのが申し訳ないみたいに言ってて、この前は助けてもらったから力になってあげたいなって。まあそう言われちゃやるしかないよね。よーし、一丁恩返しってことで頑張りますか。まほちゃん、やったー。いつものセットリストで今から練習すれば間に合わせるのは可能だと思います。まあそれが一番私たちらしいっちゃらしいライブだもんね。そうだ、それでちょっと提案があるんだけど。みんな、来てくれてありがとう。それとこの前、私たちがお願いしてライブ映像をたくさんの人に送ってもらいました。今日はそのお礼としてみんなありがとうライブをお届けします。それじゃあ行くよ、ディグディライト。にしてもみんなありがとうライブとは考えたわね。そうですね、お礼は結果でというのももちろんですが、やはりライブでお返しするのも私たちらしいと思います。それじゃあここで改めてハッピーアラウンドのメンバーを紹介します。天真爛漫、そして抜群のリズム感の歌とダンスでステージを沸かせます。ボーカル担当、リンクこと相本リンク。みんな盛り上がっていこう。 VJ からフライヤーのデザインまでこなすハピアラの誇るクリエイター、 VJ オンリーことオーナルトムニ。ちょっと、ボーカルもだってば。で、あ、ムニちゃんです。
忙しいやつだな。続いて我らがクールビューティー、作曲とキーボードからボーカルまで、渡月玲。皆さん、先日は本当にありがとうございました。今日は精一杯お返しさせていただきます。そしてそして、みんなに DJ のことを教えてくれて、いつもライブでかっこよく音楽をつないでくれちゃう DJ マッシュこと明石真帆、ありがとう。さあ、このまま上げてくよ。みんなありがとうライブかリンクちゃんらしいね。マホも頑張ってるじゃん。でも、なんで招待メールが床宛てに来てたの？ちょっと贈り物をね。急ごしらえのライブだけど、リンクのボーカルとダンスは決まってるし、ムニの VJ やパフォーマンスも光っていて、ソロボーカルの意外性もいいアクセントになってる。レイは演奏も身のこなしも綺麗で、ボーカルもリンクやムニとはまた違ったエモさがあるし、みんな確実に成長してる。だから私もいろんなプレイができる。うん、ハピアラならあのステージに立てる可能性もゼロじゃない。お客さんもすっごく盛り上がってくれたね。なんか結果的にいいライブだったわよね。私たちハピアラらしさが出てたっていうか。ええ、練習時間が限られていた分、おのおの自信のある得意なことに集中できたというか。みんなで好きなことして楽しくやるのが私たちだもんね。どうしたの、まほちゃん、ニヤニヤして。え、そうかないや、お客さんに感謝が伝わったといいなって思って。絶対伝わったよ。だってみんなあんなに盛り上がってくれたんだもん。そっか。ねえみんな、 D4 フェス絶対出よう。うん。書類審査の結果、今朝届いたよ。みんなで見ようと思って開けずに持ってきたけど、覚悟はいい？